危なかったな兄、怪我をしなくてよかったぜ本当に。私をそんな目で見るようになった。最後はあんたが私を襲う番だ。いや、俺は。いくら不利な状況でも逃げてはいけない時に。それで任務は全ておしまいだ。ただお前は故郷に帰ったら兄に自分の思いを伝えろ。心底そう思うよ。あんたにここまで追い詰められるなんて。私がかけたのはここからだから。その調子で愛しの兄のもとまで踏ん張ろうぜ。兄だって絶体絶命の窮地に駆けつける野郎が現れれば王子様だと誤認するはずだ。結婚しよう。